どうも、エルザです。それでは、バイオハザード RE2 やっていきたいなと思います。クレア編ですね。研究所来て、シェリーを助けるというところまで来たので、ちょっと頑張ろうかなと。ちょっとね、こうして、これがずっと使うんだろうな。マグナムこっちでしょ。性格出るよね、こういうのね。じゃあアイテム、そうだね、念のため。ああ意外とこれ持っといて、これいっか。へえ、あフィルムも、あそっか、もうフィルムはどうしようもできないんだね。工具も全部使い切ってない。ああじゃあどこそこ結構戻ったりするんだね、みんなね。ちょっと無駄遣いもできないんで、あとはちょっと今回からレーザーサイト青色に変えました。なんでね、ちょっと変化があるかなと思います。あ、こっちじゃない。となるとここ、うーわー、なんだこのもやは。また最初から見づらい感じで。さあ、さすがにないか。中いるね、いたね。あ、絶対これは。そうか、一発だよね。なんかのために取っときたいなっていうのはあるんだけど、グリーン入ったー。開かなくていいね。あーつー。はあ、そういうことか。多分アイテムがね。でもね。いやー、行くしかねえか。えい。声がしますな。どこだ?なんか下から、あ、いたね。いや、あえて、よしあと、おー、ここ来てきそうやな。嫌だな。起きたね。さ、ちょっと下がろう。いやー、あんまり相手しなくてもいいような気はするんだけどね。サクッと抜けてしまって。あ、マジで開けれないのか。いやー、はい。よし、クリティカル。いいね、クリティカル引いていこう。起きない?ってなると。お、なんかある。ニードル、あー、ニードル。スパークショットちょっとどうにかしときたいね。研究員か。マジで。全然倒れない。ここは、こうで。こう。さ、ちょっと、お顔。よし。こっちではない。あ、はい、そういうことですね。はい、よし。いやー、なんか普通のゾンビに慣れてくるよね。相変わらずちょっと弾は足りないけど。あー、ガンパウダーあるね。さあ、ちょっとね、出待ちがちょっといたけど。で、降りるかー。で、戻る手段は?ん?あ、はあ、反対側に来たわけね。アイテムが持てない。いや、これ何?あ、ハンバーガー作ってたのか。ナイフ。そっか。ナイフか。
特にじゃあ、いや、アイテムまだあるね。どこだ？どこにアイテムある？取り忘れは？いや、なんかその取り忘れ、おお、どっちどっちどっち 正面か。ああ、はあ。しかも重装備だったね。おお、はい、そっちか。さあ、入ってくるんかい。で、盗んで、あー、違う違う。そっちじゃないのよ。こっち。そうか、回数半減するか。ちょっと待った。弾多す。多すぎない？適当に取ったけどさ。それはそれでちょっと、えぐいな。あー、パスは、なんだろう、パスは、いや、なんかアイテムがいるんだね。これは？高電圧コンデンサー。スパークショットの強化か。あー。とりあえず、アイテムないから、そうだね。戻って、ここに来ないといけないって感じだね。今なんか動いてたような気がしたんだけど。さあ、これ突き抜けて。起きないね。さあ、ぐるーっとね。ちょっとね、弾はあんま無駄に使えないんで。で、リー研究員、カートライト部長がお呼びです。イーストエリアへお越しください。お、ってことはリーっていう人だったんだね。どうしよっかな。なんかのために持っときたいから、とりあえず、預ける、預ける。こうで、スパークショット置いて、おお。あー、どうしよっかな。サブいるかな。だよね、これ預けて。あ、組み合わせはできないか。まあ、リロードやね。で、配置が気になる。配置がどうしても気になる。こうだね。どうせなくなるだろうし。一旦これで。で、これを配置。で、リロード。なんかあるんだろうね。こんなに強いのが手に入るってことは。じゃあ次。なんだあれ。お、なんか持ってる。お、レコーダー。アルファチームからゴーストへ、対象がウエストエリア移動と、G サンプルと抗ウイルス剤を回収。あー、特殊部隊だったわけね。そのまま待機する。合図を待つ。パーキン博士我と来てもらいたい。それじゃで終わると、ウイルス剤はウエストエリアか。さあ、重要な情報が入ったね。あー、これで進める。あー、ってことはいろいろと集めていかないといけないか。ちなみにオレンジちょっとなんか怖い気はするが、レベル4まであるんだね。え、橋がない。レベル2こっちか。いやー、スパークショットそれにしてもかっこいいね。あ、なるほど、重ねてるから何が何からってるか全然わかんないね。アイテムは特になしか。
空調が壊れてるね。マップがね。お？めっちゃテレビ古くない？ブラウン管テレビだよ。ブラウン管テレビってわかる人いる？わからない人いるんじゃないかな、もしかしたら。着くまでにちょっと時間がかかるね。さあ、タイプライター。あれ、ここ下手したらあれじゃない、敵来たらそのまま一緒にやられるよね。一回並べ替えて、そうだね、救急ないし、一回使っとくか。で、こうしとこう。あとは、念のため、上の方にしとこうかな。いやー、今回ライブでやってるけどさ、どっちの手腕かって言われると、いつ電源落ちるかっていう。ゲームの電源のほか気になるっていうね。あ、地デジ、ブラウン管テレビ、あ、マジ。マジ、違うマジカになりそうやった。マジか、やっぱいるか。デジタルテレビの前なんですよ。そっか、アクセス上限。いろいろショックやな。うわ、そっちか。ちなみにそこじゃなくて、こっちはアイテム特にないかな。こっちはいける？いや、いけないか。で、音楽が変わったから、あの場所いるね。あ、なんか持って、あ、これだね。これゲットしないといけない感じかな。なんか人なのかマネキンなのかわからない姿になってたけど。なんか仁王のしすぎか。やっぱいたね、やっぱいたね。どうしよっかな。まずね、まず一発ね。マジ死なないやん。あ、いや、この感じはまだまだだね。薬莢。何なのよ。ん？なんかいるね。ああ、マジか。しかも意外とちょっと早い。早い。動きが早い。どうしよっかな。どういう感じ？あ？これ何？はあ。ちょっと、あー、そうだね。弱点は、この、オレンジ、ぽい、です。ね、にゃー逃げろ。もう逃げろ。いや、一番怖いのはさ、この後出待ちされるのが怖いんだよね。あ。いやー、助かる。助かるよー、そういうアイテム。いやー、ほう。え？パスワードか。今ここいるから、なんか通路通っていく感じか。ほう。いやー、まだ先長いね。ん？薬液を散布します。薬液散布？あー。ほうほうほう。でも何も効果がない。いや、なんか使ったね。散布装置用カートリッジ。これ使うんだろうな。調べる？温室に液体を散布するために使用されるカートリッジ。特に、あれかな？今から使う感じかな？いや、なんかもう敵がゾンビですらないっていうね。絶対さっきの出てくるやろ。ああ、左やな。
み合わせておこう。いましたね。とりあえずこっち行ってドーンと。こっち、あれこれは、あ、ロックかかってるけど今なんか見えたね。これなんだ、さっきのか。変なマークがこうで、こう。あれ、削れてんのかな。2つは分かったね。ってことは、とりあえず、なんか探して、暗証探して、解除するって感じか。いや、爆弾多いな。なんか襲われる前提のアイテム多すぎない？マジで。もうちょっとさ、もうちょっとこう、なんかね、欲しい気はするけど。貸し材か。じゃああれを壊すんだね。さあ、枯らす手段をするには、そこに注入するって感じか。でもどうやって開けんだろう。こっちじゃないとしたらこっち側か。でもね、そうなってくるよね。ここ、入れるために、ロック解除してっていう順番だったら。いや、意外としかもこれ、もう使い物にならなくなってきてるな。意外とサブマシンガンの方が、いいのかもしれない。意外と早い。動き早い。止まった。よし。意外とは。そうなってくるともう撃つしかねえな。帰った？はい。もういいっすか。よしよし。ちょっと弾無駄にするのもいろいろ考えもんだったけど、今後ろなんか音がしたね。嫌な感するな。これに、こうでしょ？今一生懸命メモしてます。いや、ここに来てさ、写真撮りたいのもあるんだけどさ、ちょっと文明の力使うのもなと思って。で、俺は一番心配してるのは後ろ。降りてきてたね。それは、助かる。で、中央が気になる。大丈夫だね。動き方によっては負けるのか。いけない。じゃあこっち行ってファンレスルームに行ってって感じか。そうだね。で、謎解きしてって感じだね。はい、ちょっとこれあげるわ。とりあえずあのナイフは使えないから、こうか、次こう戻らないといけないのか。そっか、なかなかハードですな。ねえってなってくると使うしかないか。重なってる。あ、意外とこっち行ける。できるだけ弾は温存して。ってことはもう一回いるのか。あいつ、いや起きたね。しかもね、もう一体ね。ドン、よし。うおー、マジか。よし。えぐい。敵の数がえぐい。あとパスワードをうちに行かないといけないってことだね。いやー、マジで。まず、これは装備しといて、預ける。で、サブマシンガンに切り替えて、あんだけいらないいらないって言ってたけどね。
これとこれで、だよね。こうで、こう、こう、こう。これも預けていいか。どうだろうな。でもなんかこれ使いたくないよね、なんかね。使いたくないけど。っていう感じだね。で、さっき手に入れたナイフを持ち、一旦これで行くか。で、目的は、ロックされてるから。スリーはここよね。あ、これ違うか。どっかで。あ、はいはい。戻っていいのか。いや、俺戻りすぎてるね。そうだね、戻りすぎてるね。いやー、戻りすぎたなー。またご対面すんのかー。やったわー、マジ。ドン。さあ、取っていきまーす。つえーなー。ちょっと距離感があればまだっていう感じなんだけどね。とりあえず、4つ揃ってる方からいこうかな。これと、これ、この変なやつ、なんか塔みたいな。エンターよし、オッケー。はぁ。マジね、スマブラみてえにパンチでぶっ飛ばせれたな。つくづく思うんだよな。で、ロック解除され。だよね。これ見る限り。ああ、はいはいはい。下が開きましたってことで、下に行けばいいのか、次は。目の前いないよね。いないよね。そっちかー。あーは。一旦ひるませることができるって感じか。完全に倒すには、もったいないことした。あ、しかも。よし。なんか知らないけど成功した。危な。いやー。てかあれだね。あいつら死なないね。どういうことだ？待ってくれよ。いきなりゾンビ出てくんなよ。このタイミングで。こっちはなんもないの？あ、いっぱいあるじゃん。あー、地図切ったー。あー、そっか、弾作るか、後で。いやー、マジドカーンやったね。いや、マジ不死鳥並みな、あれちょっといかんわ、強すぎるよ。一応アイテムあるらしいけど。あ、ここ開かない。いや、電源落ちてるからか。最悪なのは。なんかさ、あの傷跡見るとさ、大体、奴がいるんじゃねえかなっていう予測をしてるのよね。僕の中では。なんかいっぱいやられてるし。こっち行きたいけどな。絶対起きるだろうからな。起きちゃったね。うわー、痛い。やっぱ痛ー。あ、痛い。あ、しかも2体いる。回復してとりあえず抜ける。いやー、マジか。弾が持たねー。なんか、音がさ、音がエラーく、可愛い感じなんだよね。ピチャピチャンってね。いや、マジでさ、いや、手振っ、
起きない？もう起きない？今ちょっと虫のいるところ悪いからね。よし。いやうわー、結構きつかったな。うおいや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 、そういう驚かせる要素を来る？ここに来て。よしよし。いやー、まず、あ、違う、無駄打ちしたー。まあいいや。いやー、いや、まじビビった。あー、やめてくれー。古典的やけど、一番びっくりするわ。あ、いた。難しいな、この銃。よし。なんかこれあれだね、こうヨーグルト好きなせいか、ブルガリアヨーグルトのブルーベリー味に見えるんだよね。これさっきからちょこちょこ落ちてるんだけど、さあ出てこいよね、さすがにね。ハンドガン持ってない。いや、意外と。プラスだよね。こっち。ああ、戻せるね。よしよし。誰かが残したメモ。皆果実になった。彼らは蘇る。何度でも。燃やせ。黒ずみになるまで燃やせ。それ以外方法はない。燃やせって。お、信号変調器。あれか。これで。どうにかするんだね。でもさ、燃やす方法がないんだよね。さ、開けちゃおう。はあ。お、開いた。ここか。そう、弱点ね、頭だと思ってるんだけど、弱点関係ないよね。あそこまで来ると。マジで。どうなってるんや。こう。あ、マグナムやか。こうやね。これもこう、こう。ガンパウダーの台同士だと？はい、組、なんかね、一瞬ね、あ、しくったわーって思った。マジで一瞬しくったわーって思った、今。どうしよっかなー。じゃあ戻して、グレネードどっちみちなかったしなー。こっちにして、で、ニードルがそもそもこれもまた使えなくなったから、予備で入れて、銃はどうやって作れたっけ？その他、いや、チュートリアル。手榴弾だね。弾薬系。ガンパウダーのメモ。そうだね、硫酸なんだよね。計画書、押収品。押収品は、ああ、パスワードか。そうだよね。玉の作り方が出てこないんだよね。飾りにしよっか。で、ナイフが一つ。ちょっと心もとないが。いくか。んで、ああ、教会は。あ、多分さ、これ2階の低温実験室。あ、こういうところもあるのね。ラウンジ。サーバールーム行かないといけない感じがするね。となった時に、強い銃がないと。いや、ちょっと待った。今のは、
まあいいや、とりあえず戻るのが多分得策かな、一番最初のところ。でも燃やすったってさ、ないよね。この桶やね。さあ、ちょっと一回覚悟決めますか。目の前行った。君ね、そこだいぶくせもんよ。いやー、あれ、あー、サプレッサーはそういった意味では強いか。おお、よし、音を出した。で、ああ、ナイフは今ので使い切ってないね。よし。よし。サーバールームがこっちなんだけど、ラウンジのあれをつけないといけないわけだね。さあ、出てこいや。やべ。ういああ、やっぱ音が鳴るとダメか。すげえな、マジで。あ、しかも戻るのね、あいつ親切に。よし。同じことは二度したくない。二度したくないから、ちょっと慎重に。君反応しないのね。当たるかな。当たってくれよ。頭出せ。頭出せ。よし。ダメだー。うわー、もう危ねー。いやー、何俺追っかけ鬼ごっこしてんだろ。いやー、いやー、マジでさー、やみじっくり。そのリッカーが2体いるっていうのが、ま、2体いるんだよなー。はなるなよ、音なるなよ。なるなよ、絶対。やばいっすよ、やばいっすよ。よし。目がないのにあのにらめっこは嫌だな。ああ、なんか使えるんだね。MURF。調べる。あ、そういうことか。MURF で、え？え？うい？あは。こういうこと？使う？はい。おお。で、また。また？アイテムはないですか？アイテム、これだけはちょっと取って、取らせてくださいね。はい、はい、はい。
はい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 、何も何もそのあたりありませんよ。はい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 、どう行こう。サーバールームはまだ行けない。どこだ、どこ行けばいいんだろう。何でロックされてるか全然わかんないもんね。とりあえず、違う違う、研究所のどうだろう、こっち一回戻ってみようかな。そうか、銃構えてたら意外と大丈夫なのか。探知はされてるけどね。行けるようになってます、さようなら。よし、はあマジ G 並み、マジ G だね。ウイルスの名前も G だけどさ、ほんとよ。どうせ起きるんでしょう、もう嫌なのよ。はい、5件ね、えらい剣幕。でも特に何かアイテムがどうこうって感じじゃなさそうだしね。ゴーグル、ああ冷却。でもなんか特に用はないから、どっちかっていうとこっちだよね、用がありそうなのね。よし、先に始末してるし。よしよし、戻ろう。いやああいうファンはいらないかもね。いやーマジ、いや予定より全然難しいぞ今日。おっ、はい、はいはい、なんでここいんのあんた。え、マジで、マジか、こんなところにあいつ出てくるのか、めっちゃやべえじゃん。今なんかマークが見えたような気がしたけど気のせいか。いやー、いやちょっと待った、これちょっと先に見よう。違う、調べる。お、あー、これマークあれだ、さっきのやつだ。となるとこれで、これでいける。よし、でも置物これなんか使うんだろうか。まあとりあえず持っていくか。これいるいる。預ける。弾、あーこれも、いやー一回持っとこっかな、念のため。そうだね、ブルーがちょっともったいなさすぎるな、使うにしても。違う、組み合わせ、そしてセーブ。はあつらいなこれ、つらいな。たまとの勝負だけど。はい、ということで一旦ライブ見てる方はこのまま続けますが、動画見てる方はここまでにしたいと思います。いやー辛いね。思ったより今日クリアできるか不安になってきたけど、ちょっと頑張ろうかな。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。ほんじゃ、またな。